千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回は根管治療の気管と感染の関係についてをお話したいと思います。感染根管、感染している、根管治療、感染根管治療というのですが、やはり最近に侵食されている根管は治療期間はかなり長くなります。最近に感染していない場合、一般的に麻酔抜髄、神経が生きている状態で取る場合は、早い時は1回で最終的なお薬まで持っていくことができることがあります。ただ感染根管、細菌が感染してしまって根の先から膿が出ているような状態、出血がひどい状態の状態では最終的なお薬を入れることはないと思います。もちろん根っこの治療専門の根管治療専門の先生はまた違うやり方をもちろんしますが、一般の一般開業医で保険診療でやっている場合は、期間としては長ければ半年から1年ぐらい1本の歯にかかったりする場合もあります。なるべくこちらも期間は短く、回数は少なくとは思ってはいますが、どちらかというと細菌を殺して、殺すのはお薬、根っこの中に入れたお薬洗ったりしてばい菌を減らして、最終的に根の先の細菌などを治していく、殺したりとかと病気を治したりするのはと患者さんご自身の、免疫力だったりするので、やはり、年齢によって、治りが早い遅いもありますし、期間が短い早いっていうのも、短い長いということもあります。かなり細かくなっていくので、詳しいお話を聞きたい場合はコメントいただければお返ししたいと思います。お待ちしております。